はいどうも、ホワイトナイトでーす。まあ、今回は、東京決戦がな、追加されたらしいから、これちょっとやっていこうと思うんやけど、まああれやな、要するにグリッチ探しや。よし行こう。あ、広いな、これな。結構。ちょっとちゃちゃ入れっか、これな。サウンド設定、ボイス、マルチ状態、付近チャット。おい、おいてめえ、おい。おい、どう思うよ。この東京マップどう思うよ、これ。おい、お前ら、どう思うこれ。あ、声聞こえねえわ。お前らイヤホンオンじゃねえから、俺がオンにしてねえから声聞こえねえわ。すまんな、どう思うこれ。お前、それのバイクや、それ。おい。はい、じゃあ、なんだこれ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 。結構まあいい感じになっとんだ俺な。ああ、見た感じはかなり、まあ良さげというかな。ちょっと待って、重いなこれな。これ、ちょっと言っとかんといかんなとだな、俺は重いですと。ただまあ今のところは先行体験らしいから、まあ、それで若干のまあバグがまあある。それはまあしょうがないと思うわ。今んとこ、若干重いのはまあ、なにこれ。あ、ガソリンか。そこだけ入れとけば、まあ、60、70点やな。マップがわからん。これで限定30や。Y がマップわからんから。確かオールな、これな。どうすよ。一旦ちょっと。ラグだな。ラグが。ラグがひどいわ。ちょっと、びっくりした。想定以上に、ラグが、ひどいな、これな。マイナス、60。それがマイナス60やな。もうホワイトナイトっていう次元ではないですね、これ。このラグがね、これアンドロイドでちょっとやばそうだな、これ、ガチで。一旦ちょっと公認のね、オニアモードのまた話さんといかんかもしれない。これは、死活問題ですね、今のこれ。やっぱクオリティがいい分、やっぱ重いんだよね。クオリティがいい分、やっぱ重くて、実際問題、それがまあ発生しちゃってってのがあるから、裏を返せば、プレイヤーの幅をね、プレイヤーの選択肢を今これ、狭めてしまってるんだよ。プレイヤーを狭くしちゃってるから、実際、日本人の多くは、まあ、iPhone、Android ユーザーって分かれてて、この視野で考えると、まあ、iPhone の実はシェアって多いんですよ。このね、スマートフォン市場のマーケティング見ると。だから実際、Android 勢もいますから、それで考えると、ちょっと、まあ、そこの部分が辛い。で、逆にこんだけ質感が良くて、今これ iPhone で見てるんだけど、めちゃくちゃ画質いいし、細かい下げの高いんだよ。ここを逆に、スペックの悪いね、スマートフォン使ってやってしまうとちょっともったいないものがある。これは、まあ、某いろんなゲーム、PBG とかあったけど、PUBG とかも、スペックいいパソコンでやると全然違うんだよね。あいつ PUBG だったのは、要は影、ハイスペックであればあるほど影の描写があって、で、影の描写があったのが実は不利だったの。だから、最高スペックってのが必要なくて、若干の、まあ、そうだな、中スペック、小スペック。まあ、小スペックまでやらないか、中スペック状態っていうのをキープしてしまった方が、実は対戦においては有利っていうのがあった。ハブチではね。で、今回の場合、これは影の描写までは詳しくないけど、複雑なね、作りになってんだよ。これ、桜の木一本作るのにも一週間かかるってね、私は中国の方行ってデザイナーさんから聞いてたんだけど、ぐらいだから、多分家とかに関しては多分一軒作るのに、まあ、3週間とか、なんなら1ヶ月単位でやってるわけですよね。だから、その部分で考えてみると、逆に、そうだな、状態としては、もっと、いい、おい、なにこいつ。こいつ、うせえな、こいつな。こいつ映す場合じゃないんで、今な。やっぱ語ってるんだわ、この地上。
でも私がマーケティング立ってるんだわ。やめてほしいな、こうやってね。私の実況妨害するこの犬ですね。こじゃれた子犬。うん。こじゃれた打犬ですね、これ。こじゃれたこの打犬かな？いちいちこうアピールしてるんだわ。うん、こういうのを営業妨害って言うんです。で、この状況に関して言うと、だからこれが起きてしまうと、ちょっと iPhone 勢はいいんだけど、Android 勢が非常に不利な状況になっちゃうから、ここを早急にまあ今回先行体験ってことだから、倒してほしい、運営さんには。これマストですね、これマスト。これまあ早急に、本当に、もう火球、火に急ぐと書いても火球の勢いでやってほしい。それぐらいこれ大事かなと思いますよ。かなり、まあ、前回の新マップ、まあ、今の旧マップになっちゃったけどね、なんて言うんだ。なんてマップだっけ？激戦孤島だっけ？この激戦孤島マップの時に、多くの一般プレイヤーはスペック限界だとか、そのあたったら見た感じね、アンチの縮小速さは割といいんだよね。割とアンチの縮小速さはいいから、それで考えたら、テンポロスはないんじゃないかな。うん、多分全然やってねえんだけど、俺。今、アンチ、の縮小うんぬん言ったけど、まだこれ1回しかやってねえんだよね、俺これ。さっき今1戦かじって2戦目だから、全く正直わからんわ。アンチの縮小タイミングいいか。ちょっと聞いてみようか、彼に。どう？ああ、割とテンポいいっつってるね、彼も。この、OJI さんですね、これ。ちょっと先ドラで会ったんですけど、この OJI さんも割とこの縮小テンポはいいそうです。はい。賞味、なんだろうね。やってる感覚は全然わからんわ。うん。変な話。2回だけやって意見を述べってこと自体が、俺からしたらナンセンス。うん、頭おかしいわ。たった2戦だけプレイしてね、まるでね、たった2戦だけのプレイで、もう全部がね、全容であるかのように語る。これはもう俗に言う、あれですから、下振りですから、うん。その点、ただまあ、さっき今何時だ？今に、これ2時にやってるんですけど、まだ出てね、1時間しか経ってないんですよね。なので、まあ、1時間状態だったら別にまあ語ってもいいかなと、うん。ラーメンもそうじゃん。だいたいラーメン2口食えば語れんじゃん。同じなんですよ、マップも。2口、2回やれば語れるんです。うん。だいたい二郎もそうですけど、ラーメン二郎ね。家系ラーメンもそうだけど、あと最近の魚介か、うん、魚介豚骨。だいたいラーメンって2口食えば味わかるんですよ。もう変わんないから。二郎食ってもそうだけど、2口目で、3口目になって変わることないから、味が。うん。これ頭おかしいっすよ、これ言ってるやつ。本当に。たまにいるんですけど、いや、ラーメンは最後まで食って、スープまで飲んで、もやし全部食って、二郎もそうだけど、麺バリカタにして、味濃いめ、油増し増し、ニンニク辛め、ニンニク増し増しの辛めか。味変わんないですから。途中でニンニク入れても二郎は二郎だし、家系は家系ですよ。若干生姜入れたり、家系がまあ、こってりするのはあるけど、劇的には変わんないので、同じことです。このマップも大体2回やれば変わんないです。体感。やめてほしいですよ、犬。犬これ。犬ちょっと早く行ってもらっていいですよ、これ、マップの中に。この犬。本当に。この無料案内所にこれ行き合ってますね、これね。本当に。懲れない男ですね。本当に懲れない男。多分この男に関しては、ファイナルアンサーではないでしょうね。無料案内所に関して言えば。常時。毎日はこいつファイナルアンサーだから。更新するんですよ、ファイナルアンサーっていうの。だからこれは本当に身のもんたのびっくり。過去にね、スラムドッグじゃない、ミリオネアって問題があったんですけど、このタボさんじゃねえや、ミノさんが言うんですよ。ファイナルアンサーって言って。で、このファイナルアンサーっていうね、言葉の性質上、ファイナルのアンサーなんで、最後なんですよね。うん。つまり最後の回答を聞いてるんだけど、この OJ、通称このおじさんに関して言えば、もう日々ファイナルアンサーを更新してますから、逆に言えば彼にとってのファイナルアンサーは、もう、これですよ。もうこれ。これが末路です。これが無料案内所にはまってしまったナンバーワンプレイヤーの末路。皆さん学んでください。いや、ちょっと2チャンネル見たらですね、なんか、今、東京マップが入ったでしょ？それで若干システム的に、なんかアーダコーダーしてて、ワンチャンなんか今当たりやすいみたいなガチャに4万ぐらい吸われてて、もう1万入れたんですよね。だからもう5万円目じゃん。で、期待値上5万で車1台当たるんですよ。これ前のフェラーリからランボルギーニ含めて。ちょっと今狙おうかなと思って、ちょっと40連ね、余った時間あるし、回そうかなと思います。これ。おいおい、嘘だろ。おいおいおいあうと言いつつまたあると。うん。いや、待って、嘘じゃーん !2 チャンネル、おい、2チャンネルって攻略掲示板じゃないの？いや、やばい、やばい、これ。あ。おい、5万だぞ、こっち、おい。ある、そんなこと。もう一回10連行、魂の10連込めて、あい！やっば！あい！ああ！
よっしゃあ、いっぱいいた、やばい、はあ、いらないんじゃサタンはもう。おい2チャンネル嘘じゃん。え、2チャンネル、あい、あい、ラスト、あい、あーもうダメだ、あーもう、あーあーあーあああ、行く、これは。おい、2チャンネルの、おい頼むぞ2ちゃん、はい、ゴミと、もう回しません、もうガチャマさん、期待値オニア、決勝しました、5万円で約1台という期待値でしたが、ゼロでした。確率は収束しませんでした。以上、オニアの2チャンネル検証ミニコーナーでした。